メトロポールオーケストラはオランダのポップとジャズを基調とした世界で最も規模が大きい全合奏団、混成オーケストラ、ジャズのビッグバンドと公共楽団を組み合わせ52人の音楽家により構成される。多彩な音楽構成とダブルリズムセクションを特徴とするユーロビジョンリハーサルメトロポールオーケストラは オランダ公共放送からの強い要請により、ドルフ・バンデルリンデンによって1945年に創設され、オランダ公共放送局による援助によって運営されているオーケストラ。以来、メトロポールは世界のオランダ文化の象徴となっている。グループの名前は一人の音楽家によって提唱された。オーケストラは1980年に降板するまでの35年間を、 創設者のドルフ・バンデルリンデンが率いた。その後任として、ロジャーバン・オッテーローがオーケストラの指揮をしていたが、1988年に突然の批報により、2005年までリックバッカーにバトンが渡り、以降はビンス・メンドーザがオーケストラを引き継いだ。メンドーザはオーケストラをより国際的な位置づけに引き上げ、彼は2013年8月に、 チーフの座をジュレス・バック・レイに譲った。メトロポール・オーケストラは、多くの TV とラジオ放送を通じて、ノース・シー・ジャズ・フェスティバルとイヤー・リー・オランダ・フェスティバルで、定期的な演奏をしていた。成長するオランダ映画産業とテレビ産業は、メトロポール・オーケストラに、映画音楽のかなりの部分を任せている。2005年から2013年にかけて、ビンス・メンドーザとオーケストラは、ステージ、 フェスティバルでの演奏、オランダ国内と国際的なアーティストたちとのレコーディングによって4度のグラム以上を受賞した。ヨーロッパのラジオ放送はメトロポールオーケストラを BBC コンサートオーケストラと特にその還元楽法が BBC ラジオオーケストラに最もよく似ていると評している。メトロポールオーケストラの合奏法が同じゲスト指揮者とソリストで演奏され、 BBC コンサートオーケストラや BBC ラジオオーケストラと同じアレンジをされており、その中でメトロポールオーケストラの特徴であるワールドミュージックとクラシックジャズの脚色が施されている。一年を通じてオーケストラは他のアーティストの曲に取り組む。今日までに共演、共作した有名なアーティストにはエラ・フィッツ・ジェラルド、ディジー・ガレスピー、アルジャロー、ボノ、エルビス・コステロ、 ウィズ・イン・テンプテーション、スナーキー・パピー、トット・ラングレン、ベースメント・ジャックスがいる。メトロポール・オーケストラのアルバムは世界中の有名アーティストと共演、共作している。ありがとうございます。